平野紫仕様、ルイ・ヴィトンのミニバッグに喜びの声、エル・ジャパン、未公開写真インタビュー映像も、ファッション界で常に一歩先を行く平野仕様が、11月号の、エル・ジャパン、特別版で注目のファッションシューティングに登場し、ルイ・ヴィトンのミニバッグに対する喜びを語りました。 この特別なエディションでは、平野紫仕様がルイ・ヴィトンの魅力と成長について語る未公開の写真とインタビュー映像も提供されています。ルイ・ヴィトンの魅力。平野紫仕様は、L ジャパンの11月号で、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンの最新コレクションを身につけ、その洗練されたスタイルでファッションポートレートに登場しました。このブランドは、 彼にとって憧れのブランドと語り、その一部としてルイ・ヴィトンのミニバッグを持つことに喜びを感じています。平野はルイ・ヴィトンの新作 l v フォールコレクションを端正なジャケットや鮮やかなニットと共に披露し、各アイテムについてコメントも寄せました。 彼のコーディネートは、ストリートカジュアルっぽいパンツにカーディガンとパールを合わせた上品なコーディネートといったもので、キャメルの色合いやモノグラムのデザインに魅了されています。この特集を通じて、ルイ・ヴィトンのファッションは彼の個性とスタイルに合致していることが浮き彫りになりました。ミニバッグの魅力。特に注目すべきは、ルイ・ヴィトンのミニバッグについての平野のコメントです。 彼は今日撮影したバッグみんなサイズ感がちょうど良くて僕はあまり荷物が多い人じゃないんですが最近はメンズでも僕好みのミニサイズのバッグの種類が増えてきたなと思うので個人的には嬉しいですね僕も26歳になったので着こなしのアクセントとしてバッグをアクセサリーのように持てたらかっこいいなと思っていますと述べています このコメントから、ミニバッグが若い世代にとってファッションの一部として人気が高まっていることが伺えます。若い世代のスタイリングにおいて、ミニバッグは実用的でありながらもファッショナブルなアクセントとして機能しているようです。また、平野のような有名人がこれらのアイテムを愛用することで、若い世代にファッショントレンドを発信しています。成長とファッション。 記事の中で、平野潮は自身の成長についても触れています。20代後半に差し掛かり、アーティストとして新たな門出を迎えた彼は、成長について謙虚な姿勢を見せています。彼は成長を感じることに対して怖さを感じず、成長というのは周りの人が感じるものかなって、と語っています。 この姿勢は、平野市洋がファッションにおいても常に新しいスタイルやトレンドに挑戦し、自身のファッションセンスを進化させていることを反映しています。彼のファッションにおける柔軟性と向上心は、多くのファンや若い世代に刺激を与え、ファッション業界に新たな風を吹かせています。未公開写真とコメント。 この特別版のエルジャパンでは未公開の写真とコメントも提供されています。写真は都内スタジオで撮影され、マニッシュなロングコートからスポーティーなダウンジャケットまで様々なスタイリングに挑戦した平野潮の多彩な一面が表現されています。これらの写真は彼のファッションセンスとルイ・ヴィトンの魅力を一層際立たせています。コメントでは 彼のファッションに対する考えや感想が詳細に紹介されており、読者に彼のファッションへの熱い思いを伝えています。これらのコメントは、彼のファンやファッション愛好者にとって興味深い情報源となっています。平野紫耀の L ジャパン特別版は、彼のファッションセンスとルイ・ヴィトンへの愛情を十分に表現したものとなっています。 特に彼のミニバッグに対するコメントは若い世代にとってファッショントレンドの一部として注目されるべきものでしょう。彼の成長への謙虚な姿勢も多くのファンに感銘を与えています。この特別版は平野市用のファッションと成長について深く洞察する機会となりました。彼のファッションに興味を持つ人々にとってこの特集は一読の価値があるでしょう。 彼の今後のファッション活動にも期待が高まるばかりです。